つまずき先生です。よろしくお願いします。今日も始まりました愉快なアフタースクールレッスン4ということでよろしくお願いします。メールもね、どしどしこちらの方に応募しているので。お願いします。つまずき先生@gmail.com になります。よろしくお願いします。こちらの方でよろしくお願いします。こういったね。はい、まだ一緒の来たいね。ありがとうございます。東京都ゆるめる桃は美味しいさん、ありがとうございます。ゆるめるもってあれやね、あのちゃんやったっけ？メールさせていただいた高校2年生のバレー部の、女子です。ああ、ありがとうございますね、うん。で、先輩に告白するかって話だね。一つ上の先輩に好きな、そうなん。一つ上の先輩に、告白したいけど勇気がないから勇気をくれって言われて、頑張れって言った子やねんけど、告白したんやって。告白したか、ちょっとキュンキュンなんだけど。先輩の返事は、受験が終わるまで、恋愛は考えられない。それはな、ゆるめるももさんは、おいしいさんは、高2やからね。で、先輩、高3やから、受験あるもんな。受験が終わるまで恋愛を考えられないと振られてしまいました。どうしましょう。振られてないんじゃない別に。先輩まずすごい優しいと思う。なんでかって言ったら、言い方が受験が終わるまで恋愛は考えられないっていう風にきっぱりと緩めるももはおいしいさんが動けるようにしてくれてるっていうことっていうのがすごい優しいと思います。あなたは別に僕のことをずっと好きっていなくてもいいですよと。もう他の人いるんやったら言ってください。僕は今は無理なんでっていうふうに断り方をしてくれてるから、待ってもいいし待たなくてもいいってことでしょ。すごい優しい先輩。いいんじゃないめっちゃ。うん、で、振られたんじゃないこれ。これね、何って言ったらいいかな。もう一回言ったら、受験終わって、もう一回しつこい男はね、告白されてね、何回も告白されて嫌な人おれへんから、友達からでいいんで、以前告白はあれでしたけど、ちょっと振られちゃいましたけどとか、あえて言ってもいいかも。振られちゃいましたけどって言ったら、向こうは、キーやったら、いや、振ってないよ、受験まで考えられへんって言っただけやから、返事はまだしてないよって言ってくれるかもしれんし、けど、そんなん、もう、勇気振り絞ったからな、もう一回行くんしんどいよな。けど先輩の中でゆるめるももはおいしいさんの存在は絶対に入ったはずやから、心に。だから意識は絶対すると思うね。すれ違ったりだから、挨拶とか、下駄箱で帰る時とか、ちょっと一緒になるようなタイミングを見計らって、先輩が帰るよう時にバーって普通にさりげに自然にね、先輩さよならとか、こんなんされたらもうキュってくるけど、さよならとか、先輩受験頑張ってくださいとかさ、頑張ってるから頑張ってくださいってあんまり良くないかもしれんけど、嫌われるかもしれんけど、先輩さようならって一言で挨拶とか、先輩こんにちはって言うようにしたら、挨拶に勝るね、言ったら好感度の上げ方はないからさ、挨拶し、そっからね、相手の反応で分かるから、ほんまに嫌やったら多分無視されるわ。無視されるからそこで諦めたらいいね。それはそれで分かるから。けど別に嫌じゃなかったぐらい、えしゃくらいしてくれるから。ということで、どうしましょうと、まず振られていないっていうことと、いい先輩だと思う。待ってくれとかも言わないし、ちゃんと断ってくれてるから。で、もし諦めきれないんだったら、挨拶をするっていうこと、すれ違った時、それだけやったらできるやん。とか、こうえしゃくだけでいいよ、いう、ちょっと恥ずかしかったら。っていうことをしましょう。すごい勇気出したね。よく頑張りました。うん、よかったよかった。じゃあ、挨拶しましょう。何回言うねんって話ですか。ありがとうございます。はい、続きまして、ドン。兵庫県、筋骨マンさん。ありがとうございます。45歳サラリーマンの男です。昔は芸人になりたかったけど諦めました。芸人になりたかった。なんか似てるね。つまずき先生はなぜ夢を諦めないのですか。正直おもんないです。すいません、正直者で。やかましいわ。やかましいわ。分かりきっとるんや。でもほんまに失礼しちゃうわ、ほんまに。正直思んない。正直とかじゃなく、いらんやん、正直。思んないだけでええやん。正直思んない言わんでええやん。その後すいませんって、ませんみたいな感じで、一応気遣ったよなって言った後に正直者でって言うのやめてくれへん。
とかこのさたくさん山ほどいるじゃないですか、夢を諦めた人っていうので。あの僕も正直な話、芸人として全然稼げてないんですよ。全くと言っていいほど稼げなくて、だからこういうふうにあの自分の特技であるというか、みんなが楽しんでもらえるその教えるっていう教師っていう仕事と、あと自分なりにこういうふうに一人でも楽しんでもらいたいからって、つばつき先生っていうふうに先生あるあるをずっとさせてもらってるんですけど、だからあの諦め、ただ僕は諦めてないだけです、うん、諦めてないだけやし、あと正直思んないです、すいません正直もう、いやもうへこむけて読むことで消化できるわやっと、うん、なぜ夢を諦めないのか、だからこれはね、自分を必要としてくれてる人が一人はいるからっていうのが答えかな。あと自分が人を楽しませたいっていうのと、あと自分の人生やから誰も責任持ってくれないじゃないですか。だからあのもう、うん、自分で、ケツを拭くっていう、ね、言い方ちょっとあれ下品かもしれませんけれども、自分の人生から自分でケリをつけてるって感じですね。だから今も東京の新宿で今住んでるんですけど、吉本の本社の真裏らへんなんですけど、それって最高の立地のところで、場所を住んで、それでも、自分がテレビとか出なかったりとか、ダメだったら諦めがつくと思ったんですよね。それでこの2年間踏ん張ろうと思って、もう2年目なんですけどどうしましょうって話なんですけど、まあちょっとずつこういうふうに見ていただいたりとかして、皆さんの応援があって本当にありがとうございます。ただあのね、こういうふうに、言ってくる人、まだねこういうメールでくれる人はいいんですけど、言われますよ、たくさんおもんないやれやめろとか、あのこんな教え子に言われてブチ切れそうになったけど、11年前くらいの教えた教え子がご飯連れてってくれって言うから、まあまあいいよってご飯食べに行った瞬間に、 YouTube 先生のおもんないし全然見てませんからって言われて、そんなん言わんでええやん思いながら、ああそうかって、まあけど頑張りやって言っていろいろ相談され、結局生活してお金を必要として、生活しているのは自分なんやから、人の意見を聞きすぎないっていうのもすごい大事かもしれない。上からすごいマウント取ってくる人とかには全部ブロック、あのなんでか言ったら自分の人生に必要がないだけども、あのそんなにずっとね助けてくれたり関わりあった人は別なんだけど、例えば客で出たファンクラブの妻へとオンラインサロンに入ってくれてて、お金を払ってくれてる人に対しては全部すごいあの意見も聞くし、いろんなことを参考にさせてもらったり、飲みに行ったりご飯行ったりしますけれども、あのまあ別ですよ、尊敬してる人は別ですよ。だから巨人師匠とか木村雄一さんとか吉本の現役の先輩とか、そう言われたらすごいあの納得するんですけど、そうじゃなくて全然知らん人が元吉本みたいな感じで話言われたところで、あなたのこと知らんしっていうのもあるし、いやまあ そこはあの波風立てずに、あそうですかとか言うけど、あのあれですね、ブロックしますねすごいそじゃあブロックしてええねんって、みんなあのあれそんなさ10年20年30年もさ全然知らん人が急にさあのを頑張っとうなって来られてもさ、知らんやんって言うたらブロックしや、あの嫌なメールとかさ、自分を傷つける人とかさ、みんなさ受け止めるからしんどいんやで、へこむんやで、だそういう人が近づいてきたりして自分を大切にしてくれない人はもう全部ブロックしていいと思います。 LINE とかでも、見なくていい、見たらしんどくなるからさっていうのを自分で守ることかな。ただそのつまずき先生の場合だから、誰にも依存してないんだよ、学校も自分でこう選んで行く行けへんも、あの働くことも状態だから、今の嫌い言ってる小学校とかは例えばクビになっても全然困らないんだよ、次のとこ行けるし自分で塾もやってるしっていうのもあるから全然困らないっていう、そういう生き方ができたらいいんちゃうかな。依存しなくていいし、傷つける人は近寄らなくていい、近寄らなくちゃダメだったらブロックしたい、ブロックもできなくて毎日会うんだったら会釈だけしとったらいい、挨拶だけしとったら大丈夫っていうことです。ということで、筋骨マンさん、わかり、すいません正直なもので、正直思んないです、はいすいませんでしたってよろしいですか、はい。